ニーハオ、リュウハ渡辺です。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。犬年生まれの方は忠実で信頼できる性格を持ち、正義感が強いことで知られています。2024年9月は財を得る兆しが見えていますが、一方で素行が消散し、親族との関係が良くない時期となりそうです。忠実で誠実なあなたにとって、親族との対立や不和は精神的に辛いものになるかもしれませんが、冷静さと勇気を持って対処することが求められます。この時期は頑固さや批判的な態度が親族との関係をさらに悪化させる可能性があります。柔軟な姿勢で状況を見極め、感情的にならずに冷静に対話を試みることが大切です。また財を得る機会がある一方で、その管理や使い方に注意が必要です。計画的な行動を心がけ、無駄な出費を避けることで安定した運勢を保つことができるでしょう。この月にあなたに訪れる家は三天大畜です。大畜とは大いに蓄える、停滞、養うという意味を持ちます。この家は将来に備えて力を蓄える時期であることや、運気が何かの障害で停滞している時期であることを示しています。今は前進しようとしても何かに阻まれる可能性が高いため、焦らずに力を蓄えることに専念し、自重して待つことが良いでしょう。しかし、すでに十分な力を蓄えている人にとっては、今こそ外に出て勇気ある一歩を踏み出す時です。このチャンスをうまく生かすことができれば、大きな発展が期待できるでしょう。ただし、新規のことに挑戦するのは避け、慎重な姿勢を保つことが重要です。タイミングを見極めて行動することで、未来への道が開けるでしょう。犬年生まれの方にとって、2024年9月は一見すると停滞の時期に感じられるかもしれませんが、実はそれ以上に自身の力を養い、未来に備える絶好の機会となるでしょう。この月は、新たな挑戦や大胆な行動を避け、むしろ内面的な成長や準備に焦点を当てることが重要です。例えば、知識を深めるための読書や学習に時間を費やすことや、スキルアップのためのトレーニングに励むことが良いでしょう。さらに、財産や資産の管理にも目を向け、無駄遣いを控え、堅実な貯蓄を行うことが将来的な安定をもたらします。また、今月はリーダーシップの能力が試される時でもあります。特に、すでに責任ある立場にいる方にとっては、チームや組織のメンバーが持つ潜在的な能力をいかに引き出し、活用できるかが問われるでしょう。新しいプロジェクトや大きな変革を推進するよりも、既存のリソースを最大限に活用し、周囲の人々を適材適所で生かすことが重要です。例えば、優秀な人材の再評価や配置転換を考え、彼らの才能を最大限に引き出すことで、チーム全体の士気を高めることができるでしょう。このプロセスは一見地味に思えるかもしれませんが、長期的には非常に効果的な戦略となります。さらに、9月は自己反省の時期とも言えます。これまでの自分の行動や決断を振り返り、何が良かったのか、何が改善できるのかを冷静に分析することが求められます。特に、過去の失敗や挫折をただの教訓として捉えるのではなく、それを今後の成長のための糧とする姿勢が大切です。例えば、過去に人間関係で問題があった場合、その原因を突き止め、今後どのように対応すべきかを考える良い機会です。また、自己の感情や反応をコントロールする方法を学び、内面的な強さを養うこともこの時期においては非常に有益です。何か新しいことを始めるのは魅力的に思えるかもしれませんが、今はその衝動を抑えることが賢明です。状況が成熟し、必要なリソースや人材が整うまで待つことで、より大きな成功を収めることができるでしょう。焦らず、慎重に行動することで、未来の大きなチャンスに備えることができます。現状を受け入れ、長期的な視野で物事を見据えることで、犬年生まれの方はより良い未来への準備を整えることができるでしょう。このようにして9月を過ごすことで、犬年生まれの方は停滞の中にも大きな成長の種を見出し、未来への新たな道を切り開くことができるはずです。充実した時間を過ごし、内なる力を強化することで、来るべき好機に備えてください。これがあなたにとっての大きな飛躍の準備となることでしょう。